俺の名前は大迫勇也。ドイツブンデスリーガで4回リーグ優勝したブルターブレーメンでレギュラーを取ることができた。そんな俺の物語を聞いてほしい。俺は鹿児島県加世田市で次男として生まれた。地元は家からコンビニまで歩いて15分かかるほどの田舎だった。俺がボールを蹴るようになったのは3歳の頃。幼稚園にサッカー教室としてスポーツクラブが来てくれていたため、サッカーに関心を持ち始めた。小学2年生まではこのスポーツクラブのサッカー教室に通った。家に帰ればキャプテン翼を見ていた。そして兄貴が万世サッカースポーツ少年団でサッカーをしに行くというのでついて行ってみた。俺も行く。そして俺も兄貴の影響で小学3年生の時、万世サッカースポーツ少年団に入団した。最初はトップ下のポジションだったが、点を取りたくて一人でドリブルしてゴールを決めることが多かった。チームは鹿児島県でベスト16に入れば喜ぶレベルで、別に強くはなかった。チーム練習は週3回、みんなでワイワイ楽しむ感じだったが、チーム練習のない日もみんなで集まって毎日サッカーを楽しくしていた。俺はスポーツ一家だからか運動神経が良く、試合でも俺にボールが集まるようになってきた。ゆうや、なんとかしてくれ。任せろ。気づけば俺はエースとしてチームを引っ張るようになっていた。小学校高学年になると、サッカーが上手い人だけ集まる県トレ戦に呼ばれるようになった。しかし万世 3S は強豪チームではない上、俺は無名選手。コーチが出席を取るときに名前を呼ばれないこともあるくらいだった。え？中学校の進学先はよりサッカーが上手くなれるところだった。そう考えていた時、万世 3S に片道1時間かかる鹿児島育英館中学校からセレクションの案内が届いた。どうする？セレクション受けたい。育英館中学は新しく中学で体育コースを作るために県内のスポーツクラブなど対象に案内していたようだった。セレクションでは試合形式のゲームでゴールを決めた。うまい。俺は周りに比べてテクニックがあるわけじゃなかったけど、十分に実力は通用した。後日俺は万世 3S の監督からセレクションに合格したことを聞かされた。ゆうや、お前合格したぞ。え、マジか。俺は合格した鹿児島育英館中学校に入学を決めた。新設コースということで上級生がいないため試合に出られるからという理由もあった。ただ1時間に1本しかないバスに乗って、片道1時間の通学は少し遠かった。もっと学校で友達と遊びたい。俺の入学と同時に立ち上がったサッカー部は1年生のみで合計15人。他校との練習試合では3年生主体チームと戦うため、身長160センチと体の小さい俺は必死に食らいついた。チームは負けることも多かったが、俺は一矢報いるゴールもたまに奪った。監督からは毎日怒られながら鍛えられた。何やってんだ。小学生の頃は楽しいサッカースクールという感じだったため、最初はこの環境にカルチャーショックを受けたが、気づけばメキメキと上達し、このチームでもまた中心選手になっていた。俺は中学2年でポジションがトップ下からセンターフォワードにコンバートされた。しかしむしろゴールに近くなったので喜んだ。もっとゴールを決めれる。俺は毎日10キロ走り、炭酸飲料は飲まずに給食で余った牛乳をもらい3パック飲む習慣をつけた。厳しいセレクションを勝ち抜いたメンバーも成長期を迎え、次第にチームは強くなっていった。しかし3年生で俺は授業で忘れ物を連発したり、授業中に先生の話を聞いていないなど生活態度が悪くなっていった。すると大きなサッカーの大会で、大阪は罰としてベンチで見てろ。え、どんな罰？トーナメントの3回戦まで出場させてくれなかったが、なんとかチームは勝ち進んでくれた。その後4回戦以降に出場させてもらえた俺はゴールを量産した。ゆうや、頼む。2年前に新設されたばかりのチームは鹿児島県100チーム以上参加する大会で準優勝するまでになった。よし。ここで大事件が起きた。俺がアンダー15日本代表候補に初招集された。大阪やったな。日本代表候補？監督が特に喜んでいた。高校への進学先は俺の通う中学校と提携している鹿児島城西高校に決めた。サッカー部の半分くらいは城西高校に来るらしかった。俺は中学校卒業した後の春休みから城西高校サッカー部の遠征試合に同行した。遠征先での対戦相手は大学生。試合では残り15分で俺を出場させてくれた。すると15分で1ゴール1アシスト。チームは2対0の勝利で周りを驚かせた。なんだあいつは。高校に入学直後、アンダー16日本代表にも選ばれた。身長も180センチまで伸びた。絶対にプロに行きたい。俺は練習後も毎日居残りでシュート練習をした。ゴールキーパーを想定しながら黙々と行った。高校2年生、ここでついに挫折に直面した。全国高校サッカー選手権大会では県大会準決勝で敗退。全国の切符を逃した。何もさせてもらえなかったな。俺は毎日つけていたサッカーノートを通じて監督からアドバイスをもらった。このままでいいのですか？相手のレベルが上がるにつれて何もさせてもらえなくなる。もっと周りを使って味方を信じてサッカーをしなさい。俺は仲間も使えるフォワードを目指すことにした。高校3年になると鹿島アントラーズと浦和レッズから正式オファーが来た。地元でもある鹿島アントラーズの練習に参加した。緊張したけど雰囲気はいいな。レベルが高く成長できそうな雰囲気を感じた。
その後、鹿児島城西サッカー部はインターハイでベスト8、プリンスリーグ九州で優勝、高円宮杯で宇佐美貴史擁するガンバ大阪ユースに4対3で勝利し、俺はこの試合ハットトリック、全国にも名を轟かせた。そして高校卒業後の進路として悩んだ俺は、レベルの高いところでやりたいとの思いから鹿島アントラーズへの入団を決めた。よろしくお願いします。あとは何としてでも選手権に出たかった。絶対やるぞ。そしてついに選手権の予選、鹿児島県大会を順当に勝ち抜き決勝、泉中央高校に4対1でチームを圧勝。やっと選手権への切符を手にした。よっしゃ。知名度もさらに上がり、多くの注目の中で雑音も増えたが、自分自身がブレずに変わらないこと、それを思いがけて全国の選手権へ挑んだ。大迫、1試合2得点ノルマな。はい。その結果4試合連続で2得点ずつ取り、対戦相手のキャプテンが負けた悔しさで泣きながら俺のことを話していた。大迫半端ないって、あいつ半端ないって、後ろ向きのボールめっちゃトラップするもん、そんなんできひんやん普通。強豪校の主将から褒められてびっくりしながら、ついに決勝まで来た。前半20分、大迫先制点、鹿児島城西がリード。先制点は奪ったが逆転され、チームは2対3で負けた。大会結果は1大会10ゴールという新記録達成、アシストも10だったが、俺は悔しくて試合後の集合写真では俺だけメダルを首にかけなかった。はいチーズ。高校卒業し鹿島アントラーズの記者会見で、自分の特徴は何だと思いますか。ボールを収めてゴール前で仕事をすることです。ついに J リーグ生活が始まる。鹿島アントラーズのチーム練習では喧嘩をするくらい先輩たちに体をぶつけまくった。練習後はお互い謝ろう、別に悪いことはしてません、俺は強気で先輩たちとも接していた。超高校級としてプロを迎えた1年目、アンリーのように何でもできるフォワードになりたい。背番号34として、結果は22試合に出場し3得点、チームは J リーグ3連覇、アジアチャンピオンズリーグで俺は5試合3得点だったがベスト16だった。俺はアンダー20日本代表に選出されて世界各国代表とも戦った。試合後は謙虚に自分と向き合って反省を繰り返した。次、目の前の試合を大切にしよう。プロ2年目、俺は背番号が34からレギュラーナンバーである9に変わった。新人が2年目でレギュラーナンバーをつけるのは内田篤人に続いてチーム史上2人目とのことだった。試合はコンスタントに出場し続け27試合4得点、チームは J リーグ3連覇を達成した。それから俺はアンダー21、アンダー22と2年連続世代別代表に選出され、ゴールを量産した。チャンスでゴールを決め続けるしかない。代表メンバーに生き残るため猛烈アピールをしていった。しかしここで挫折を味わった。ロンドンオリンピック代表メンバーに選出されなかったのだ。誰とも話したくない。ショックだった。こんなに悔しかったことはなかった。翌年の2013年、俺は23歳にしてプロで頭角を現せるようになった。月間 MVP や J リーグベストイレブンを獲得し、 J1 で19得点を挙げた。そしてついに俺は年齢制限のない日本代表に選ばれ、東アジアカップで優勝、オーストラリア戦では2ゴールを奪い、チームを勝利に導けた。よし。シーズンオフに俺はドイツブンデスリーガ2部の1860ミュンヘンから獲得オファーをいただいた。ドイツから。鹿島との契約上、ミュンヘンは違約金8000万円を鹿島に支払わなければいけないのに俺を欲しがってくれた。母に相談したら、半年後にブラジルワールドカップがあるでしょ、今のままだったらメンバーに選ばれる可能性高いのに、ドイツでくすぶったら代表に選ばれないかもしれないよ。反対されてしまった。俺はどんなチームなのかドイツへ見に行った。ここなら成長できそうだ。すぐに移籍したい気持ちになってしまった。このまま鹿島にいればワールドカップに出られるかもしれない。でも俺はワールドカップでゴールを決めたい。2年前のロンドンオリンピック代表メンバーから外れたのは選ばれたいと思っていたからだ。目標が違った。俺は選ばれるんじゃなくてピッチでゴールを決めたい。もっと成長するためにドイツへ行きたい。もしワールドカップメンバーに選ばれなかったとしてもすぐに前を向けそうだしな。ドイツで結果を残して上を目指していきたい。それに J リーグに残ってワールドカップメンバーに落ちたら気持ちも切り替えられなさそうだ。そう思って周囲の反対は受け入れないことにした。そのまんま俺は1860ミュンヘンに移籍した。背番号はレギュラーナンバーの9。一部に昇格することがチームの目標だが、約10年2部に沈んでいるため俺は救世主として期待されているらしい。しかし試合ではパスが回ってこなかった。洗礼だろうか。それでも数少ないチャンスを生かして15試合6ゴール3アシストという結果を残した。その後俺は FC ケルンから移籍オファーをいただいた。ケルンとは同じリーグで戦っていたが、ケルンがブンデスリーガ2部で1位となり1部へ昇格するチームだった。俺は成長できると確信して移籍を決めた。ワールドカップ前に決まってホッとした。ここで俺は2歳年上でモデルの三輪麻美と結婚した。友達の紹介で出会い1年半付き合った後、お腹に子供ができたことを麻美から聞いた。結婚しよう、
できちゃった結婚だったが、俺は一つの幸せを手に入れた。2014 FIFA ワールドカップが開幕した。俺は無事にメンバーに選ばれた。フォワード、ヨーザコ。イタリア人に俺の名前は発音が難しいのだろうか。ワールドカップではコロンビア、ギリシャ、コートジボワールがいるグループリーグで2試合出場したが、ピッチに長い時間いられないこともありゴールを決められなかった。そして日本は2敗1分け、グループリーグ最下位で敗退。自分に腹が立つ。そんな大会だった。その後ケルンへ移籍するとクラブのフォーメーションはワントップだった。今はワントップで行ってるから我慢してくれ。でも俺は左サイドミッドフィルダーとして起用され続けた。リーグ終盤でやっとツートップでのフォーメーションに変わり、俺はフォワードとして起用されるようになった。絶対誰にも負けない。しかし翌年はまたトップ下やサイドハーフとして起用され、フォワードとして試合に出場できなくなった。監督、俺をフォワードとして使ってください。俺はシーズン通して25試合1得点と不本意な結果となった。2016年の26歳、俺はようやくまたフォワードとして起用してもらえるようになった。絶対にゴール決める。結果9月には2試合連続ゴールなどでクラブ月間 MVP を受賞し、クラブマスコットでもある金のヘネス勲章も獲得した。翌年ここでクラブは開幕から低迷が続き、最終的に最下位でブンデスリーガ2部への降格が決まった。俺も25試合4ゴールと少ないチャンスを生かせなかった。しかし俺の元へドイツ北部の名門クラブブレーメンから獲得オファーが来た。ブレーメンは2016年の今年ブンデスリーガ1部で8位だったクラブ。10年前はブンデスリーガ上昇軍団だったが、最近は低迷していた。俺はミュンヘンが2部へ降格するため新天地を求めていた。ブレーメンへ移籍する以外もう他に選択肢はなかった。よろしくお願いします。俺はブレーメンへ入団。なんとかブンデスリーガ1部で頑張っている。これからも夢を与えられるような選手を目指して頑張りたい。ぜひともコメントで応援メッセージや動画の感想を待っている。最後まで見てくれてありがとう。それじゃあまたな。